さあ、やってきました。土倉鉱山跡。夜番、夜番。面白いな、この明るさで夜番って言ってるの面白いな。合成しといて、夜に。多分ペタッと1枚貼り付けるだけで終わるんだよな。いやー、まだまだ明るいな。こんなになんかペタッとしたっけ？土倉鉱山へようこそ。まあ、1910年から銅を掘り始めて、1910年から掘り始めて、1965年、55年間もここで掘ってたのか。ふう。今これだいたい何時？6時10分なんだけど、前回っつってもだいぶ爪なんていうの、去年の年末ぐらいの話なんだけど、夜撮影しようって思って、夜9時ぐらいだったと思うけどな、あれ。夜9時ぐらいにここ来たら、まさかの入り口が塞がってるっていうか、工事中で入れなくって、今日もまたそんな風に塞がってられたら困るからっていう理由で、一回お昼、もっと早い時間に下見来たんだけど、その時は人がめっちゃいた。ここ車5台6台ぐらい止まってさ、なんかカメラで写真撮ってる人とかいたの。いるもんなんだね。 わざわざこんな辺鄙って言ったらあれだけど、撮りに来るもんなんだね、みんな。やばいな、暗すぎてマジ何も見えない。大丈夫かこれ。ああ、から俺もなんか不安になってた。寒いな、ほんで。何ここ。なんか出てきそうじゃね。ああ、息が白い。よろしい？こんばんは。はい、こんばんは。どこやった？土倉鉱山の夜番、ついに念願かなって取りに来ました。あれ？やばくね？やばくない？これ。なんとかしてくれ、この怖さ。オーブくらいは取れますか？息が白いから2度ぐらいでしょうな、きっと体感これ。マジか、だいぶ薄着してきたのに。やばいね、雰囲気まるで別物なんだけど。なんかいそうで嫌だな。怖いな。この間の女の子？その寒さじゃない。
に来らへん。ねえな。ああでもこれ心霊スポットって言われたら納得するな正直。納得するな。雰囲気ある。怖え、良くない感じ？怖い。本当に今怖い。寒いじゃなくて怖いなあたりもうあれだな。わからん。すげえ怖い。怖さが違う。こっちから来てるのかな。メモリーが足りません。違う。メモリーの残量がありません。メモリーカード？うん。一回車戻っていいですか？メモリーカード入ってないよ、これ。バカじゃん。では、皆さん、ね。今ね、怖いから行きたくなーい。いやごめんなさい、静かに言っちゃった。はい、ね、本当に不気味な場所ですね。夜と昼間違うな、これは。今ね、ちょうどなんか、ね、この辺にちょっとね、なんか嫌な感じがするんですよ、今。なんかね、気になるんですよね。気になりがちょっとね、わかんねえんだよな、どこにおるかが。Thank you.
変お待たせいたしました。さっき車のそばでテスト撮影したらですね、うん、オーブがめちゃめちゃ映ったんですが、うん、囲まれるのレベルでおりましたけど大丈夫ですか、うん、これ。俺もそう思っとるんで。だから怖いって寒い寒い怖いって言っとるんさっきから俺が。何個か赤も映ったんですが。あ？そうなんか。だから今寒さじゃないんで怖いんねって今俺が。さあ登ってみますか一回。どこ行けるかどこまでか。まあ登ってみましょうか。まあ。過去一で逃げづらいな何かあった時に。あなたの草の踏む音にもうビビれるわ。これ怖えな。うん、だいぶ正直怖い。物理的にもだいぶ。よいしょ、不確かな状況だし、やべえなこれ。おい。はい。シャッター押せねえのにシャッターが切れたぞ。なんか映ってるんですかね。何も映ってねえ。今望遠を外そうと思って、今防衛触ってたらカシャって勝手に映ったぞ。ということはどけ邪魔だ。よし、やっぱそうか。メイクの周りにも、うん、バチバチいると思う。はい。今ポキって言わなかった。聞こえてねえな。もうちょっと近く行くか。今ポキッと音がしたぞ。大丈夫ですか？これより上行って心霊的な意味で。どうかな。怪我すんなよ。これ以上カメラ持ってはいけんかもしれんぞ。本当にね、うん、よこらせ、よいしょ、大丈夫？どう登った？どう登ったの？何かが多いな、確かに。こないだ言ってた、うん、女の子はおる。女の子、うん、でもその言い方だと別に何かがいるって感じだな。さあ、中腹まで来てみました。待って待って喋っても。俺はカメラマンは後ろです。大丈夫？まあ危ないでここまでにしようか。ああ。ちょっと持っててよかった。あの安全面でこれ以上上行きたないって普通に思っとった。申し訳ないけど、あの夜晩楽しみにしてくれた人には本当申し訳ないって思うけど、リスクの方がやばいとこ。こハイリスク、ハイリターン。ハイリターンかもしれんけど、モン君あのカメラ持って歩いとるもんだから、ちょっと今パチンって言ったよね。多分カメラに捉え、あの音声で入ったのか。すげえ、怖い。本当に怖い。なんか行きたくねえ。よし。これは怖いパターン来るぞ。怖い、うわ、すげえ。
ほら、パチパチ聞こえるよ、やっぱし。関係されてませんね。入りましょうか。パチパチ言ってるよ。ラップ音バチバチ鳴ってるってことでしょ、それはもう。多分な。いやー、ほんと、なんかすっげー怖い。おしっこしたくなるぐらい怖い。だけどなんか知らんけど気になる。今この前にさ、うん、でっかいこのなんていうの、茨、うん、チックな木があったけどさ、俺ここの目の前の木の存在にも気づいとらんかったわ。嘘、ほんとマジ目の前見えないじゃん。これ以上行くと多分ムイ君降りれるもんな、行けれんもんな。そうですね、単純に足場悪いのにさらに足場暗さで見えなくなってますからね、うん、普通になんていうか、夜撮影楽しみに待っててねって言ったけど、ごめん、ここリスク高すぎる普通に危ない。この中段ぐらいのところで堪忍してほしい。中段で堪忍するけどな。パチパチ鳴ってんね。だろう、パチパチ言ってるだろう。なんか山の奥からすげえパチパチしません？向こうの方からすげえパチパチ聞こえた。ああもうあるよ。ライト照らしとくので先に安全少しでも。いやもう、あの俺が例えばさ足くじいても、あれ足くじいてもさ痛いで済むんだけど、あなたに足くじかれると運転で困るので。ラップ音すげえな。こんなにラップ音すげえんだって。鍵持っとる？はい持ってます。鍵してきた？はい。誰も来ねえよこんなところ。はい、まずはあなたが降りたの確認してからゆっくり降ります。はい、はい、いいな。そこまでとりあえずいい？はい、すげえ小さい小物すぎた。青と白のオーブが濃くなってきた。はい、帰りなさいっていうそれですね。邪魔するな。だな、うるせえかな俺。ここになるともう恐怖の寒さがなくなった。もうあと帰れるやろ。はい、はい、ありがとうございます。楽しかった。本当に楽しいよ。いや、舐めてたな正直。知るほど、なんていうの、知るでも危ねえなって思ったけど、夜の山やばいわ。何かがいるんだよ。隠れるこの瞬間が厳しい。正直ここはね、空飛べるぐらいのなんか特殊技能を持たないと全探索無理だ。夜は武功術。いや本当に武功術ないとなんて無理だろうって思う、ここの探索。あとさ、はい、ふやーふやーんっていう音聞こえてない？俺たちなのかな、このフヤン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 。お久しぶりの塩味だ。相当囲まれてるな。あ、やばいぞ。